国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止され、新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用するマイナ保険証が基本となります。当院ではマイナンバーカードでも保険確認ができます。マイナンバーカードを健康保険証として使うためには初回だけ登録が必要です。登録は亀田クリニック、自治体、セブン銀行 ATM のほか、オンラインでマイナポータルから行うことができます。亀田クリニックでは登録した日の外来受診でマイナ保険証の利用が可能です。マイナンバーカードで保険証確認を行うには、亀田クリニック到着後、総合受付へお越しください。顔認証付きカードリーダーから簡単に手続きをすることができます。マイナ保険証を認証するには、マイナンバーカードをフィルムから出しカードリーダーに置きます。顔認証もしくは暗証番号入力を選びます。顔認証の場合、自動でカメラが立ち上がりますので、1メートルほど離れカメラの正面に立ってください。顔認証はマスクをしたままでも行えます。暗証番号認証の場合、事前に設定した暗証番号を入力してください。画面の指示に従って同意する、しないを選択します。認証完了後、カードをお取りください。マイナンバーカード認証後、初診、予約外受診の方は総合受付へ。マイナンバーカードを読み取った旨をお伝えください。最新の方は再来受付機から受付を行ってください。受付後、予診票を持って各階のブロック受付へ。マイナンバーカードを読み取った旨をお伝えください。マイナンバーカードの保険証利用に関して詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。